はい、ということで、久々の方、ゲーム動画になります。これ、だいぶ前の動画でね、8月の18日のゲームですね。久々にサンプルのね、M40 ちょっと、また調整かけたんで、テストプレイで午前中だけ使ってました。これね、スコープも、乗せ替えて、オン付けしただけで、まだ全然調整しないんで、ゲームしながら調整してます。で、1人倒したんですけど、ちょっとずれてるんでね、こんな感じで、上下、徐々に合わせてます。まあ、綺麗に、合わせれたらね、まあ、ほぼ、ワンショットワンキルで倒せるような性能です。でもう、だいぶ手前に来ちゃってます。まあ、間飛ばしたのが、ほぼ光線がなかったんですよね。この日結構ベテランの人が多かったんで、テストするにはもってこいだったんですけどね、結構疲れるゲームでした。まあ先々週ぐらいからかな、フロントラインまたフィールドがちょっとずつ今変わっててですね、真ん中が特に戦い方が変わるぐらい結構フィールドが変わっちゃいました。で、あと、まあ、まだね、ゲームしてないんですけど、コンテナの2階とかもね、いろいろギミックが増えたりして、結構遊べるようになったんで、まあ、これも後々、この辺いつもね、移動してるんですけど、その辺も変わってきそうな感じですね。特に中盤がね、スナイパーでも戦いやすくなった感じです。右側正面に1人。まあちょっと9月ね、まあ天気が土日悪かったりとか、出張とかで、あまりゲームできなかったんでね、あとまあ野戦やってたのもあったんですけどね、ほぼ動画ないんで、今もうストックほぼ使い切ったぐらいですかね。前進する？前進する？で、結構この日も、岩ちゃんと同じチームが多かったんでね、ほぼ2人で移動してます。ちなみに今、岩ちゃんが隠れてるバリケードから先ですね。がさっき言ったいろいろ新しくなってるんで、だいぶ攻め方変わりますね。膠着状態になっても、ちょっとね動いてやると、その膠着状態を崩せるようなね、バリケードになってるんで、ね、多分慣れるまでちょっと時間がかかると思うんですけど、まあ動きのある展開が増えるんじゃないかなと思ってます。僕としても、まあ、さらに真ん中を使いやすくなったんでね、多分攻め方は変わっちゃいますね。で、ここちょっと失敗してるんですよ。これヒットマーカーで忘れてるんですけど、ここの1人は倒してます。けど、それによって、右側のね、敵にバレちゃって、がっつり打ち込まれてます。で、ちょっとこう油断しちゃったんですよね。打ってこなくなったんで下がったと思ったんですけど、実はまだいて、ここは当たんなかったんですけど、その後ね、綺麗に抜けて、スコープに当てられちゃいます。このネットもね、結構抜けるときは抜けるんでね。このやる気の中。で、これが午後のゲームですね。M.B.R. の方使ってますね。本当はね、電動ガン使うと楽しちゃうんでね、極力使わないようにはしたいんですけど、まあせっかく買ったんでね、まあ全く使わないのもあれなんで、まあ午後からは使おうかなって感じでやっています。で、動画レビューの時、商品レビューの時も言ったんですけど、一応今100連マグを5本持ってます。まあゲームによってはね、2本とか3本になるんですけどね。で、基本、セミで打ちます。まあ、11.1 でね、ドライブさしてるんで、フルオートだったらね、秒間25なんで、それはそれでね、結構使い道はあるんですけどね。まあ、セミで打った方が当てた感はあるんでね。で、数の力ってすごいね。セミのキレがすごいんでね、フルオートじゃなくてもそれなりに弾幕張れるんですよね。まあ、多分久々に本当買ってよかったエアガンですかね、電動ガン。まあ、ここ最近ね、丸いじゃなくてもね、G&G とか、あと、クライタックとか、あの辺もね、箱出しで十分使える性能になってきたりしたんでね。まあ、いろいろ購入の選択の幅が広がってよかったのかなと思うんですよね。まあ、強いて言うのは、G&G は、結構、形がね、独自なんですよね。実銃でないようなモデルが結構あったりするんで、そこがね、好き嫌いが分かれるところでもあるんですけど、まあ性能はね、ほんと良くなってるんで、興味ある人はね、誰かが売ってたら貸してもらったりとか、まあフロントライン来てもらえばもちろん僕のも全然貸しますし、売ってもらって構わないんでね、選択の一つにしてもらえたらなと思ってます。一人倒した、もう一人おる。1人バンク入ったな。この日確か敵がアタッカーが多かったんでね、こんな感じでちょっと膠着が続いてて、あんまり動いてないですね、この時は。まあ真ん中にね、ミニミ2人いたんかな、確か。だから下手に寄れなかった部分もあるんですよね。で、まあ、ゆっくりはちゃんとクリアリングしながら進んでたんですけど、ゆわちゃんがやられちゃったので、まあ、で、敵がね、足音がしたんで、あ、来るなと思って待ってたんですけど、時間切れになっちゃったんですよね。ゆわちゃんやられてから、これ30秒、40秒なんですけどね。まあこんな感じでがっつり打ち込むのはいいですよね。白井さんが置く。でちなみに前なんか質問があったと思うんですけど、ね、僕はこのよく初めにいるバリケートから奥、さっき一瞬敵が映ったところね、あそこまでだいたい55メーターですね。でこうだいぶ時間経ってますね。右側に3人いて、僕は釘付けにされてるんですよ。でこれちょっと近かってびっくりしちゃったんですけどね。グレのおじさんが入ってきたんですよね。まあ向こうもこっちもね、もう一個先場所をちょっとね間違えてて、ちょっとあんな近距離打っちゃったんですけどね。で、ここはここで木に当たって、球がそれちゃってます。どこにビビ弾刺さった。まあそこね、あんな感じで左右から詰められるとちょっと弱い場所なんですよね。最近ね、ちょこちょこ使ってるこの真ん中の縦矢ですね。真ん中、さっき言ったバリケード変わったんで、ここちょっと新しい使い道もできたんで、まあそれは後々ね、ゲームで使おうかと思ってます。多分次の、まあ、今週の日曜日かな、できたらゲーム参加したいなと思って。ここ最近まあ、海外出張もちょこちょこあって、今これ、音声撮ってるのは今、上海で撮ってるんですよね。まあ、あさって帰れるんでね、まあ、その時に動画アップしようとは思ってるんですけど。なんで、もうちょっとゲーム全然いけてないんで、まあ、今週は行きたいかなと思ってるんですけどね。ただ、台風来てるんで、天気がどうかなとも思ってます。すごい打った本人が言ってる。いや、構えよけよかったから。こっち何もバリケなかった。正面のね、青のバリケートの後ろに来てる。正面の壁か。あ、そこなんか。これちょっと失敗しちゃったんですよね。微妙にずれてるんですよね。これ右、スコープに敵見えてるんですけど、実際僕が見てるスコープでは見えてないですよね。たまたまね、弾が下に添えてくれたんですけど、あれもうちょっと上に行ったらやられてました。ここもバレるまではすごいいい場所なんですけどね、バレるともう中で弾が長弾しまくって結構危ないんで、まあ、あんまり長居しない方がいいですかね。もう一人かな。逆に僕の場合、敵がいたらね、静かに忍び寄って、この中にサイクロンぶち込むことが多いですかね。まあ、ちなみにね、結構ね、これ長居してるようで、だいたい3分ぐらいですかね。しかいないです。3、4分かな。その間に結構ね、敵がどっさり来てくれたんで、倒してます。あんな感じで、ベテランさんだったらね、避けられちゃうんですよね。これが最後ですね。岩ちゃんが前まで行ってくれたんで、もうその後追っかけてます。このまままっすぐ行ってもよかったんですけど、ちょっとね、死角が多いんで、もう岩ちゃんのこの中から攻めてます。多分他の人だったらね、もうちょっと丁寧にやってるんですけども、岩ちゃんなんでね、お互い声出さずでも行動大体わかるんで、もうアイコンタクトだけで進んじゃってます。ここでもう残り1分でね、まず取れないですよね、さすがに1分だと。もう敵がいなかったら全然いいんですけどね。女の子がおる、正面。ここでもうすでに1人いるんですよね。で、女の子がいるってことは、多分周りに他にも何人かいるんで。無理やな。で、もう最後、時間切れですね。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりです。またね、レビュー動画も何個か撮ったりしてるんで、まあ、順次アップしようと思ってます。まあ、よかったらチャンネル登録もお願いします。